こんにちは。速報健康なの時間がやってまいりました。今日は太ももの裏のハムストリングスという筋肉をしっかり伸ばす方法をご紹介したいと思います。まずやり方から簡単にご説明いたします。仰向けになって膝を立てて寝ます。そして足を腰幅に開いて寝ます。片方の足を抱えていって胸にくっつけます。そしてそれの足を次は手を足首に移動させてぐっとこう持ち上げて太ももの裏を伸ばしていきます。ではその一連の動作をやっていきます。もう片方も同様に行っていきます。ハムストリングスを伸ばすことにより全体的に足の血流が良くなりむくみの改善にもつながると言われています。あまりギュッと力強く引っ張るのではなく、ゆっくり太ももの この裏の筋肉こちらが伸びているのを意識して行ってください。だいたい10秒ほどキープして、そして戻していきます。1セットずつで結構なので行ってください。朝起きてから寝る前2回ほどやると効果的です。はい、簡単なのでぜひ一度お試しください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。